ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、密かに今年からちょっとルール変更があったのは、まあでもね、毎年あるんだよ、うん、ちょこちょこ、毎年ちょこ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 あるけどもね、はい、うん、まずはピッチクロックはまだ入ってきてません、日本には、はい、でピッチクロックは韓国は今シーズンから導入すること決まりました。で、後でちょっともし時間があったらピッチクロック、あのメジャーリーグで去年、走者がいない場合は15秒以内、はい、走者ありの場合は20秒以内だったんですが、走者ありの場合が2秒減って18秒になったって話も、これ賛否両論出てるんで、後でもし時間あれば話したいんですが、まず日本ではピッチクロックは今シーズンは入らない。ただ変わったのが、まず監督コーチがマウンドに行くじゃないですか、はい、そこで今いろいろピッチャーたち野手たちと話す、これが30秒以内というのが決まりました。今まではセリーグは1分だったりとか、パリーグは30秒とか、ちょっとあのセットパで違ったんですよ。交流戦の時はどうするのかね、45秒にするのかね、それが統一されました。なるほど。30秒、はい、でこれはファールゾーンから入った、ファールのラインから入ったところではなく、ベンチから出たら、一歩出たらそこからすぐにもうピョッっていうカウントに変わります。全力だな、監督はもう全力出してください。はぁ、あ、はぁはぁ言ってもお前何言ってるかわからんと思って多分ね、はぁ、あ、はぁ言いながら言って、はぁ、あ、はぁ帰ってくるっていう、もう無線も渡しとけばいいのにな、耳でね、ちょっとタイムで、そう、お、わかりましたわかりました。確かにこれでいいじゃん、うん、あとは行くことに行って、うん、ちょっとピッチャーが荒れてたらピッチャーの精神をこう抑えるっていう効果もあったはずなんですけど、いやそれはあるよ、はい、やっぱね、勝負の間ってすごく大切で、うん、なんでタイムがあるかっていうと、やっぱそういうことなんだよね、うんうん、あと相手の打線の良さを止めるとか、まあ、駆け引きとかね、はい、だから、まあ、そういうのがやっぱこう簡素になってくるよね。そうですよね。これあの選手がピッチャーのところに行ってコーチ来なかった場合、その時間はどうなんですかね。まだ書いてないんですけれども、まあそれも30秒じゃないの。そうだったら決まるんですかね。もしかすると、まあ、時間短縮のためっていうことなので、そうなるのかもしれないですよね。もうこれからも自打球が当たっても痛がっちゃいけないみたいな把握縛って立ててそういうような感じになってきそうだよな。困るよ、本当に。本当時短時短。いや、例えば俺が監督でさ、はい、ね、甲子園とかだったら30秒だったら、うん、息つかないかもわかんない行ったら何も伝えられずに、何にも伝えない、はぁはぁはぁ言って、うん、帰るわ言って帰らない帰らないだからコーチも監督も筋トレが必要ですよね、走り込み。そうだな、うん、やっぱキャンプはなんかあのこういう乗るやつがあるじゃん今あれ用意しておいてくれないと。あ、いいですよね、電動のね。そう、電動の早いやつ、ね、あのナンパープレートもついてる。そう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 、あれ置いといてくれたらいいけどな。シューって言ってね、もう行くのも面倒くさくなるな、そうだったら。いや、そうですよ。30秒以内に決まりました。さらにです、はい、まあ、今までね、やっぱ選手の出てくる時の登場曲、はい、みんなでファンで歌って、いや、受けたのはやっぱ川越の声援だな。あ、いいですよねなかなかないですよ、もう大爆笑したけどねまあそれだけでもなんか面白いけどな。ダメ、声援も決まりました。何が10秒、だから声援ソ、それはのソで切れるかもしれないですし、なんか、まあ、伸ばしてらんないよ。そうそう、そう、それはそら早まりでゆったりも何もお線香じゃなくなりますからね。もうピュンピュン終わりみたいな。終わり、もうもう終わりですよ、お参りも。いやいや、そら困るな。登場曲も10秒でカットっていう、非常に間の悪いところで切れる可能性がある。いや、だからそんなにさ、もう毎年のことなんだよ、うん、時短って、うん、ね、もう永遠のテーマだと思うんだけどもうね、9回やる、もう7回でいいって。 それ新庄監督が実は先日同じことを言ったんです。俺もずっと言い続けてるよそうですよ、ね、野球が長い、うん、それ長いよって、9回もやれば、はい、で3人アウト取らなきゃいけないし、うん、いや、もうそれはね、7回だったらどれだけスピードアップするか、はい、それとやっぱ打者もどれだけ早打ちするか、うん、そらね、ピッチャーだって、ね、9回完投なんて考えないでしょ、はい、7回完投なんて考えない、うん、ね、勝ち投手の権利を取りに行く、うん、ブンブン来られたら打てないよ。そうですよ、ね、おじさんもとにかく早く勝負するし、うん、そらやっぱ俺は7回にした方が、うん、それは絶対早くなると思うよ。ですよね。それとやっぱり時代に合ってるって言えばさ、はい、ね、3時間以上もずっと座って見てるのは野球解説者ぐらいだよいや、本当にみんな飯食ったりとかいろいろしながら ね、 してますね、あれ楽しんでるけど、はい、もう真剣に見てると疲れちゃうから。そうです、本当に。でもで、やっぱこれに
対してファンはちょっと短縮するところ違うんじゃないというか、時短時短って言い過ぎじゃないかっていうふうにやっぱり、まあ、なってきてますね今。でもまあ一つのショーを見に来てるとすればさ、はい、まあいろんなショーがあるよね、いろんな顔の、うん、あ今日はつまんないショーだったな、うん、今日はなんかチケットが安く感じたなみたいなショーもあるけど、うん、まあ一つのそのショーとすればさ、うん、時短時短ってあんまり言い過ぎるとさ、簡素化しすぎてさ、つまんなくなっちゃうと思う。いやなんか本当ロボットみたいな、 そんな感じで、そうそうバーって言ってバーって言ってバーって言って、そう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 、そんなんじゃさそんなんじゃつまんないよ。ですよ。おそらく7回を真剣にやった方が、うん、十分いいですよね。それかもう時間で打ち切れ、もう2時間4回で終わる試合ももちろんありますよね。もちろんだからその2時間以上は超えないっていう、うんうん、2時間超えたらもうその回で終わるとかさ、はい、もうそうすればいいじゃん、もう時間切っちゃえばいいじゃん。そうですよね。でまた記録がどうのこうのって言うんでしょ、うん、もうね、もうそんなこと言っててしょうがないよ、もう時代だから。そうですよね、うん、本当だからもしかしたらもう何十年後かに本当に7回になってる可能性、このまま時短時短で言うんだったらありえますよね。本当だよな、ピッチクロックって、うん、はい、なあ、でもあれ本当に取っちゃ投げ、うん、取っちゃ投げでしょ、うん、痛くなっちゃう。いやそうなんです、実はメジャーリーグでやっぱ現場の選手たちがそこでちょっと待ってというふうな声を上げてます。あの昨シーズンナ・リーグの最多勝、それから最多奪三振のタイトルを取ったブレーブスのスペンサーストライダー、まあ、スペンサーがルール変更に不満、うん、訴えたということで、まあ、20秒から18秒に短縮される。こうするとやっぱり25歳のワンは投げることや健康管理をより難しくしているというふうに指摘したということで、やっぱり去年ピッチクロックを入れたことによってその向こう中4中5で回すじゃないですか。そうすると6、7、8回になるにつれてやっぱりそのピッチクロックでの疲労っていうのは非常に肘にくるらしいんです。これは誰に聞きたいな。確かにピッチクロックによる、うん、疲労、ピッチャーの疲労ってあるのかないのかと、うん、聞きたいです。聞いとけばよかったな、アメリカで。すがーそうだ、もう一回行くか、もう一回行きましょ う。で、このスペンサー投手も現に見てくださいと、今シーズン故障したり肘の手術をしている選手たちも多いんですと、その例えば25分だったりとか例年よりもこれだけ試合短縮になったっていう、そのそういうことばっかりを言って現場 その選手たちの健康とか全く考えてないじゃないかと。短縮になって誰が得するのかね。多分放映権でしょうね、一つは放映権って、うん、多分アメリカってペーパービューになってるから、うん、長ければ長いほど、 やっぱ見たい人が見る、お金を払って見るだけだから、例えばそれも見る人が例えば途中でもう3時間長いなやめようとか長いから見ないとかそういうことではないってことですか。じゃあこう離れていってるのかね。どうなんだろう。でも向こうに ESPN のチャンネルとかスカパがみたいなものがあるっていうことはどうのペーパービューだって日本だって見たい人がお金を出して大体 CS 放送だったらそうじゃない、うん、だからそんなに言われるほど長いか、うん、まあ、俺は長いと思う、うん、確かにでも長いと思うんだけど、長いからといって見ないかと言われるとそうじゃない、 いや面白いゲームってあっという間に終わるしさ、そうですね、だからあっという間に終わることがいいっていうことでもないし、ないし、そうなんですよ。いやだからもう7回にした方がいい。それかお客さんが長いと帰っちゃう、もう終電がない分かんない。でも岸田さんに言って、うん、もう終電もうちょっと長くしてもらえるとか。いやでもそうしたらその分売り上げは上がりますよね、ビールとか飲食の。長ければ長いほど、誰が行ったら長い方がそういいし、だって基本野球ってビール飲みながら食べながら見れるスポーツじゃないですか。サッカーなんてそんな流暢なことしてられないですよね。野球ってそれがいいじゃないですか、ゆったり見れる。まあそのスポーツの性質があってな、うん、まあ、いろんなことができたりするのが、そうそうそう、まあ、野球だよね。そうなんですよ。だってたまに本当前にいたカップルがチューチューしながら見てるんですよそんなスポーツないですよね。いや、あの神宮だったんですけどまあそれはしたくないどこでもするんじゃないでもチューブできるぐらいのんびり見れるっていうのもいいじゃないですか。まあそうだなって考えると、まあ、ビール飲みながら会社の同僚と今日神宮行くかとか、まあね、うん、なんかそれも醍醐味の一つだと思うんですよね。まあ例えばそのもうちょっと面白いゲームやってると神宮でって、うん、だ週間3回でも見に行くかみたいな、うん、あ、それもできるから、それでもなんか1時間ぐらいは楽しめるもんな。そうですよ、残業の人たちが間に合う。
まあ、残業って決めつけることはないけどさ。そうそうそう、まあ、まあそうだね。だってサッカーとかバスケだったらもう絶対に時間確定だから、もう間に合わないから行けないと思ったらチケット売れないけれども、あまだやってんだ今日と思ったら行きますよね、7回でもファンは。まあ行ける可能性はあるよね、うん、まあ行ってもいいよね、別にね。そうですよね、うん、でも本当に時間を短縮したいんだったらイニング数を減らすっていうのは一番簡単なことだ。ですよね。だから先発も例えば今勝ちがつくのって5回じゃないですか、それを例えば4回にするとか。うん、そうですよね。ビンビン来る。もういやそうですよ、遊び玉なんてなくてきますよ、ね、いらない、ブンブン。いやそしたら故障も減るし、うん、だ疲労度も少ないし。そうですよね。その代わり緊張感は増すというね、うん、だからその方がいいんじゃないのかなっていうの感じがするけど。そうですよね、やっぱね3時間集中するって大変なことなんだよ、うん、これが2時間ってなるとそれはもっとガーッと野球に入ってこれるかもですよね、うん、だから多分 NPB はやっぱりメジャーリーグが一つ変えた後に遅れて変えるっていうことですけど、そのメジャーリーグ側が7回にしてもらえれば必然的に NPB も7回って絶対7回になるですよね。ならないのかなって。まあな、まあルール改正ってあるけどもね、ただあまりにも長い人がいるからな、一球一球投げるのに。確かに。1分かかる人がいるから、それはやっぱ長いよ。それは長いです、ね。マウンド一周しなきゃ投げないとかね。どういうことですかそれ。いやいや、こう投げて、うん、調子が悪いのか知らないけど、うん、はははは言いながら回るんですか。回って、でサインが違うみたいな。うん、でやってたら1分ぐらい経つ人いるよ、大事なところでランナーがいるときとか、うん、まあ、そういうのはね改善されなきゃいけないと思うけども、うん、あんまり縛りつけると、うん、本当にいい野球が見れなくなるというか。ですよね。とは思うけどもね。なんかまだこれルール化されてないですけど、なんかで出たのがその牽制球も何回までとか、だから3球までなんかありましたね。そしたらもう3球以上は投げれない。そしたらもう4球目走れますよね。だから2球で止めるというそうですよね、で1球余裕を持っておくとじゃないとですよね。まあそうだな、だからまあ質をもっと上げていくんだったら俺は7回がいいと、うん、いや本当にそう思う俺は。そうですよね、うん、なんとかねあのメジャーリーグ機構にこれが届いてくれるといいんですけれども。まあそうだな、でもやっぱ会議をしましょう。そうですね、リモート会議はお断りした。なんで。いや現地に。あ行きたい。そう現地にね、はい、いやでもやっぱりその試合をするのは選手たちなので、う、ね、どうか選手たちの声をもうちょっとなんかこう聞いたりとか話し合うっていう、そうだな、そういう場があれば、まあ、選手会とねコミッショナー側が話し合って決めるとか、はい、まあ、そういうことがあってもいいな。そうですね、うん。